あのベストフレンド以来ですね。あ、そうですか。写真集のロケをした時に。ああ、そうですね、確かに、はい、でも写真集は出来上がりました。出来上がったんだ。はい、ついに。こっち見て。そう、カメラが趣味の富里がプライベートで伊予木の写真集を作るための撮影に番組が密着させてもらったのが半年前。ついにその写真集が完成したんだそう。あら、表紙からめっちゃちゃんとしてるわこれ。すごいね。すごい。きっとまたあの夏に戻れる。この字は真央に書いてもらって。あ、そうだよ、はい、何回も書き直して。うわー、すごい。おすすめのページとかあるんですか？一番お気に入り。あ、本当に一瞬ブラジャーつけてるのかと思ったら、マジで。最悪。なんてこと言うんですか？早いですよ。最高ウィング。みんなからブーイング。延長だ、延長。延長しろ。上等だ、延長させてみろよ、じゃあ。あ、何これ、何これ。また違う表情で。もうってこういう表情とかあんま見たことないなって思って、うん、でも本当はこの日可愛い系で撮ろうって話してたんですよ、うん、でも真央が古着屋さん行きたいねって言い出して、行きたいねって。 そしたらもうずっと悩んで、うん、夜になっちゃって、うん、だからちょっとかっこいい系で撮ることにしました。なるほどね、はい、で急遽。これはおいくらで販売するんですか？販売はしてないです。イベントとかで配ったりするってこと？配ったりはしないんですけど、自分用と真央に渡すのと、うん、真央のお母さんとか。あ、めっちゃ喜んでも渡せるように。まさかの完全プライベートで作った写真集に富里のリクエストでオズワルドが帯コメントを書くことに。